奈良エリカは、日本の競泳選手。群馬県出身。パラリンピックに3大会出場をしており、金メダル2個、銅メダル2個を獲得している。三連に所属している。脳性麻痺による体幹機能障害があり、保育園の頃は、歩行困難で、散歩の際にはほぼに背負われた。その、リハビリのために7歳で水泳を始めた。1996年。 障害者広島国体25メートル自由形、背泳ぎで優勝した。1998年の障害者世界選手権400メートル、自由型で6位。1999年のオーストラリア選手権で4位となった。2000年のシドニーパラリンピックでは、自由型3種目、背泳ぎ、リレー2種目への出場を予定しており、200メートル、リレーでは、 1> 第1泳者を務め、加藤咲子、藤田隆子、成田真由美と共に、金メダルを獲得したが、体調を崩して、途中帰国した。2004年のアテネパラリンピックでは100メートル自由型50メートル自由型で、銅メダル、梶原の子、藤田隆子、成田真由美との200メートルリレーで、金メダルを獲得した。 2008年の北京パラリンピックの代表にも選ばれた。2009年5月25日にマンチェスターで行われた BT パラリンピックワールドカップの100メートル自由型で1分24秒23で銅メダルを獲得した。2010年甲州で行われたアジアパラ競技大会の100メートル自由型で銀メダルを獲得した。ありがとうございます。